今やなでしこジャパン最強の選手でチームに欠かせない存在となったマンチェスターシティ所属の長谷川優衣。中盤の選手であるためゴール数はそこまで多い選手ではありませんが、その攻撃センスは素晴らしく、隙あらばとんでもないゴールを決めてきます。今回はこれまで長谷川優衣が決めてきたスーパーゴールの数々を紹介します。ぜひ最後まで楽しんでください。長谷川がなでしこジャパンに初めて招集されたのは2017年3月のアルガルベカップ第一戦のスペイン戦でハーフタイム明けから出場して代表デビューを果たします。続く第二戦のアイスランド戦、スペインに比べて実力の劣る相手に対しなでしこはスタメンを大きく入れ替えて試合に臨み、この試合で長谷川は代表初スタメンを飾りました。もちろん巡ってきたチャンスは逃すことなく早速結果を出します。前半11分、中盤でボールを受けるとすかさず前を向き、相手が寄せてこないと見るやすかさず右足一閃、しっかり回転のかかったミドルシュートは相手ゴールキーパーの頭を越えてゴールに吸い込まれました。代表初ゴールがいきなりのスーパーゴールです。ボールを受ける前に相手ディフェンダーのいないところに一度っていること、後ろから来たボールをトラップして前を向けたこと、そして最後のミドルシュート、サッカー IQ の高さ、視野の広さ、ドリブルスキルと正確なキックと長谷川のいいところが全部詰まった素晴らしいゴールと言えます。代表初ゴールでいきなり大喜びはできず、周りの先輩たちと小さくハイタッチ、この可愛らしさも長谷川のいいところですね。二十歳のあどけないゆいちゃん、マジ可愛い、ゆいちゃんラブ。あ、失礼。ゆいちゃんは前半15分にもゴール前に詰めて追加点、2列目から誰よりも早く飛び出してきっちりゴールを決め切っています。試合はこの2ゴールを守り切った日本が2対0で勝利。代表初スタメンでいきなり2得点の活躍を見せ、今後の代表定着に弾みをつけることに成功しました。可愛さの炸裂具合も含めてセンセーショナルな初ゴールと言えますね。続いては王国ブラジル相手に決めたゴールを紹介します。2019年3月に行われたシービリーブスカップのブラジル戦、代表デビューから約2年を経て完全に代表常連になっていた長谷川は、この試合では持ち前のスキルの高さを存分に発揮しました。この日はベンチスタートでしたが、試合は前半44分に籾木優香がゴールを挙げ幸先よく先制、後半から一気にギアを上げてきたブラジルが日本ゴールに襲いかかり、選手交代で体勢を立て直そうとしていた矢先の後半12分、ブラジルに同点ゴールを献上してしまいます。ちょうどこの時の交代でピッチに立とうとしていた長谷川にとっては出鼻をくじかれた形となりましたが、失点直後の後半14分、長谷川を含めて一気に4人の選手が交代出場でピッチに立ちます。この交代が功を奏し、後半36分に小林理学の代表初ゴールとなるヘディング弾で勝ち越します。得点の後、同じチームの日テレベレーザの後輩に駆け寄って頭を撫でる可愛いゆいちゃん、俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。もちろん本人もしっかりと結果を出します。後半40分、ドリブルでペナルティエリア内に侵入するとエリア中央でキレッキレの絶妙ターン、相手ディフェンダー2人に加えてゴールキーパーまでフェイントに引っ掛ける完璧な動きで相手を翻弄し、完全に相手の体勢を崩したところでゴールを叩き込みました。足技のレベルが違いすぎます。身長157センチと非常に小柄な分、相手との無用な接触を避けてプレーしてきたためにこれだけのテクニックが身についたのでしょう。ベレーザ所属の22歳の3人が揃ってゴールを挙げて3対1でブラジル相手に勝利。なでしこジャパンにとっては完璧すぎる結果になりましたが、中でも卓越した足技を見せた長谷川のゴールは圧倒的にインパクトの大きいゴールですね。もちろん代表戦だけでなくクラブでもヤバすぎるゴールをいくつも決めています。2021年1月に AC ミランへ移籍してヨーロッパデビューを果たすと、半年後にはイングランドのウェストハムに移籍、移籍初年度から主力として活躍し、クラブ過去最高の成績となった6位フィニッシュに大きく貢献します。ゴールは2点のみでしたが、そのうち 2-1-2-2 シーズンの4月にレディング戦で決めたゴールは実に素晴らしく、お得意の細かなボールタッチで立て続けに2人をかわしたプレーは圧巻の一言、相手ディフェンダーもたまらずすっ転んでしまうほどの鮮やかなテクニックです。このゴールはこのシーズンのリーグベストゴール候補にもノミネートされましたが、それも納得の一発でした。さらにそこから3ヶ月後、同じくウェストハムの選手として決めたゴールは現地のファンを震撼させました。2022年7月23日に行われたテストマッチのビラキリータウン戦、2対1で迎えた後半25分、
左サイドからのパスを受けた長谷川のもとにディフェンダーが寄せてくると、この選手を嘲笑うかのように一回転、完璧なルーレットで相手をかわし、冷静にボールをゴールに流し込みました。抜き去った後に相手ディフェンダーが完全に諦めてゆっくり歩いているのがちょっとじわります。それくらい完璧にぶち抜いたということでしょう。このゴールをクラブの公式が SNS に投稿すると、海外のファンからも大絶賛。Cast in the spell のタイトルで投稿された動画には、信じられないスキル、何度も見直せる、良いのマジックと称賛のコメントで溢れ返りました。中にはジダンもびっくりな華麗すぎるルーレット、良いルーレットだなど、マルセイユルーレットを得意技としていた元フランス代表のレジェンドジネディーヌ・ジダンになぞらえるようなコメントも見られました。これだけ綺麗に決まったゴールはやはり本人も満足だったようで、自身のインスタグラムでもこのゴールシーンの動画を投稿。日本のファンからも何回も見てまう、惚れ惚れする、こちらでも大絶賛。この試合での活躍もあってか、9月にはイングランドの強豪マンチェスターシティへの移籍が決定。持ち前の可愛さだけではなく、超絶足技でかっこよさも見せてくれたユイちゃんが欧州の舞台でさらに輝いていくことになります。マンチェスターシティへのステップアップ移籍を果たしたユイちゃんでしたが、シーズン当初は足首の負傷で欠場が続き、2223シーズンの開幕から約1ヶ月遅れてのデビューとなりました。2022年10月16日のレスター戦、移籍したばかりで、かつ負傷明けにもかかわらず、いきなりスタメン出場で、おまけにこれまでプレーしてきた2列目のポジションではなく、ボランチでの起用という抜擢采配でした。適応力の高さに大きな期待が寄せられていたことが伺えますね。実際に不慣れなポジションにもかかわらず、そのような様子は全く見せず、ディフェンスラインに降りてきて、後ろからの攻撃の組み立てに参加したり、ピンチになる前に高い状況判断能力でボールを奪ったりと、もともとボランチで長らくプレーしていたような安定感のあるプレーを披露しました。そんなユイちゃんの活躍もあって、8割近くボールを保持し、相手に枠内シュートを1本も打たせないという圧倒的な展開。そんな状況にアタッカーの血が騒いだのか、ボランチのポジションから前線に飛び出して結果を残します。3対0の圧倒的リードで迎えた後半43分、ゴール前からのこぼれ球を味方がつないだところで、すかさずワンタッチで相手ディフェンダーをかわしてペナルティーエリア外から右足一閃。ボールは逆サイドのネットに吸い込まれ、シティ移籍後のデビュー戦でいきなり初ゴールを叩き込みました。リーグの公式 SNS でも What a strike! と称えられるほどの一撃で、サポーターたちの心をわしづかみ、デビュー戦で決めちゃうのエグすぎ、しかもゴラッソ、女子チームのハーランドなど、マンチェスターシティ男子チームの現世界最高ストライカーアーリング・ハーランドと比較するようなコメントも見られました。ジダンとかハーランドに例えられるレベルの日本人選手、やばすぎます。またこのゴールを決めた瞬間に、ゴール裏の電子看板が日本企業でシティのスポンサーであるアサヒビール株式会社のアサヒスーパードライに切り替わっていたこともあり、早くも広告効果が現れたと合わせて話題になりました。早速結果を出したユイちゃんは、完全にチームメイトや監督の信頼をつかみ、以降のリーグ戦全試合に出場、鮮烈なデビュー戦となったのでした。ちなみにユイちゃんの移籍後初ゴールはどれもスーパーなものばかりです。 AC ミランに加入して1ヶ月後のピンクバーリ戦でリーグ戦デビューを飾ると、いきなり直接フリーキックを決めてご挨拶、ケイスケ本田顔負けの無回転弾というとんでもない形での初ゴールを決めました。この後再びゴールを挙げて、リーグデビュー戦から2ゴールでこの試合の MVP を獲得、超大型新人が過ぎます。ウエストハムでは現在所属するマンチェスターシティ相手に初ゴールを決めています。この試合の前半39分に右サイドからのクロスで味方のゴールをアシストすると、迎えた後半アディショナルタイム、隠した相手にリードを許して焦りが出ている相手の隙を見逃さず、バックパスを奪うとゴールキーパーを嘲笑うかのように30メートルのループ弾を決めました。移籍して間もない状況で何度もスーパーゴールを決めているのは本当に持っているとしか思えません。どのチームでのゴールも素晴らしいですし、どのチームでのユイちゃんも可愛いな。マンチェスターシティに移籍してからは一列下がったボランチ起用が多くなっており、ゴールに絡む機会も減ってきています。もともと得点の多い選手ではありませんが、2324シーズンは1得点にとどまっています。しかし、もちろんその1得点がやばすぎです。2024年2月7日のリーグカップトッテナム戦。前半34分にショートコーナーからパスを受け取ったユイちゃんは、ペナルティエリア手前から思い切ったミドルシュート。ボールはその小柄な体からは想像がつかないレベルの強烈な弾道で飛んでいき、
ゴールに突き刺さりました。この試合は1対0で勝利し、もちろん試合の MVP はゆいちゃん。ゴールの数こそ少ないものの、たまにこういうの決めてくれるとファンの心にもぶっ刺さりますよね。ちなみに最近はボランチでのプレーが多くなったにもかかわらず、これまでのサッカー人生で一度もイエローカードを受けたことがないそうです。チームメイトからも試合前に、今日初イエローをもらおうねと茶化されるようになってきてるんだとか、ファウルしたら負けた気持ちになるんですよと語るように、よほどボールを刈り取る能力に長けているんでしょう。そんなプレーを見て元日本代表のウッチーも最近、やべえな、怪物いるなと本人の前で語っており、インタビューをした後に二人でダブルピースをしたツーショットをしたりもしています。やべえな、ウッチー許せねえわ、羨ましい、すいません、今日から内田アンチになります。ここまではゆいちゃんの個人技で決めたスーパーゴールを紹介してきましたが、最後になでしこで決めた連携からのゴールを紹介します。2019年のフランスワールドカップのベスト16、オランダとの試合で決めたゴールです。1対0のオランダリードで迎えた前半43分、菅原由衣香のポストプレーから岩渕真奈につながってエリア付近で鬼キープ、すかさず前線に出したスルーパスにゆいちゃんが反応すると、うまくゴールキーパーの手の届かない高めの位置にズドン。素晴らしい連携で強豪オランダのディフェンスラインをかいくぐり、同点ゴールを挙げました。この試合は最終的に後半終了直前に勝ち越し弾を許して敗退となってしまいましたが、このゴールは大会ベストゴール候補にもノミネートされました。みんな海外でプレーするような抜群のスキルを持つようになって、レベルの高さがフォーカスされがちですが、やっぱりこういう連携からのゴールも見応えがありますよね。これからもこういうゴールがバンバン見たいです。それにしてもなでしこジャパンのメンバーは本当に可愛いですよね。このゴールに絡んだゆいちゃんやマナティは普通に可愛いし、菅原だって愛らしいルックスしてます。五輪メンバーだと清水梨紗とか猶本光は一押しだし、高橋花だって愛嬌があって可愛いです。元代表メンバーで言えば川澄奈穂美は欠かせませんし、沢もドリブルがうまい。お後がよろしいようで、今回はなでしこジャパンの中心メンバーであるゆいちゃんのスーパーゴールの数々を紹介していきました。ゆいちゃんはもちろん、なでしこジャパンのメンバー全員の連携でゴールを挙げるところも見たいですよね。今後の五輪がどんな戦いになっていくか楽しみです。皆さんもなでしこで気になる選手がいれば、ぜひコメント欄で教えてください。頑張れゆいちゃん、頑張れなでしこジャパン。